はい、ストックさん、上本です。今回もですね、YouTube コンサルのエア青笹くん、そして松浦さんと私、上本3名で、YouTube についての話っていうのをしていきたいと思います。はい、で、今回はですね、YouTube が伸びるタイミングっていつなのっていう件。これもですね、結構お客様からお問い合わせをいただくことがあります。例えば、長期で運用しているんですけれども、このまま行って伸びることってあるんでしょうかとか、どのくらいで伸びてくるんでしょうかみたいなのを聞かれるケースっていうのがあるので、まぁ、ちょっとそれについて、お二人の意見っていうのを聞きながら、進めていきたいと思います。なので YouTube チャンネルを自社でやりたいっていう人はちょっとここまでは我慢なんですとか、こうなってきたら伸びてくるんですみたいなのが社内的に説明だったりとか、しやすくなりますし、続けるモチベーションにもなるかなと思うので、ご視聴いただければと思います。はい、それでは伸びるタイミングっていつなのっていうところなんかあります？いつってなるともちろんそのジャンルだったりとか、運とかによっても変わってくるんですけれども、目安となる数字はあります。それが総再生時間ですね。チャンネル自体の総再生時間で、最初結構どの動画も2桁、まあ10再生50再生ぐらいだなって時が、まあ、数ヶ月続いていくと、チャンネルの総再生時間が、まあ、1000時間に到達する瞬間があります。で、その1000時間に到達した瞬間にいきなりインプレッションがボコって上がるなっていうのが、もういろんなチャンネルで、まあ、これは結構再現性高く散見されるなっていうふうに思ってます。で、そうなると結構平均的に何百再生っていうのが取れるようなチャンネルになってきて、まあ、そうなると結構早く今度は4000時間っていう目安があって、で、その4000時間を超えるとまたこうボコっておすすめに出やすくなって、そうなっていくと、まあ、数千再生が安定するようなチャンネルになるなっていうようなイメージですね。まあ、4000時間。これは収益化の基準と同じですね。そうですね。YouTube のアルゴリズム的に考えても、YouTube って結局自社でこう広告を回す、広告収益で稼ぐプラットフォームなわけですよ。で、そうなってくると、こう、広告収益っていうのを上げるためには、広告収益の基準をクリアしているチャンネルで、自社の広告っていうのを回していかないといけないっていうのがあるので、広告収益達成してないチャンネルと、達成してるチャンネルだったら、どっちを優遇する方が自社にとって儲かるかっていうのを考えると、やっぱり、収益化達成してる方を回す方が、まあ、彼らにとって儲かると思うんですね。なので、まあ、明確にそのアルゴリズムがっていうのを言われているわけではないんですけれども、僕もこの収益化達成基準で1個伸びるっていうのは、まあ、あるなというふうに思ってます。松浦さん、ありますか？アルゴリズムと関わるかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、自分たちで運営しているチャンネルのジャンルが要は競合チャンネルというか、競合になるような会社がまた増えてくると、お互いに関連動画で送客し合うみたいな相乗効果があって、競合が増えたら急になんか伸び始めるみたいなところがあるんで、それはアルゴリズムとは別に、要はマーケットが成熟してきたというか、ちゃんと見たい人がそこにこう結構ターゲティングされて相互に送客し合うっていうような仕組みができてるんじゃないかななんて思います。なるほど、確かに。さっき青笹くんと僕が言ってたのって、多分結構ブラウジングメイン、 YouTube の流入してくるところっていうのは説明しておくと、まあブラウジング、関連動画、検索流入、あとまあ外部とかって、まあそういうのが大きくでも大体その4つですかね、がありますと。で、ブラウジングっていうのが普段皆さんが見ている、まあ、トップページ、 YouTube のトップページからあなたへのおすすめだったりとかっていうので普段見てるチャンネルとかっていうのが出てくると思うんですよ。で、こっから入ってくるのがブラウジングで、関連動画っていうのが何かの動画を再生している時にその下とかに、まあ、次の動画みたいな感じだったり、これと関連する動画みたいなので、まあ、パソコンだったら右とかにこう一覧で出てくるから分かりやすいと思うんですよね。あれが関連動画と呼ばれるもので、検索っていうのが例えばストックさんって検索した時に出てくるようなその検索流入っていうところで、外部っていうのが例えば TikTok だったりインスタだったり、他のウェブメディアだったりっていうところから入ってきますよっていう、まあ大体そういう大きな経路っていうのがあるんですけど、青笹くんと今僕が話してたのがこの1個目のブラウジング、おすすめにどれだけ出るかっていうところっていうのが結構さっきの4000時間の話になってきますと。で、今松浦さんからあったのがこの関連動画っていうところに乗ってくるっていうのが、これもちろん動画の評価が高いとか4000時間行ってる行ってないみたいなチャンネルの評価が高いっていうのもあると思うんですけど、競合との関連性みたいなところっていうのは、うん、結構タイミングとは別の話でありますよね、うん、ありますね。なので YouTube チャンネルを作る時に徹底的にパクるみたいなってよく言われると思うんですけど、うん、徹底的にパクるメリットの一つって、もちろん伸びてる動画を参考にできるとかっていうのもあると思うんですけど、その動画とパクった動画のつながりっていうのが結構強くなるとか、そういうのもあると思うんですよね。なんでそういう意味では、まず自社の競合チャンネルがどこなんだっけ、でそこがターゲットにしている人って誰なんだっけ、ターゲットの人が他にはどういうチャンネルを見てるんだっけみたいなところを徹底的に洗い出して、そのチャンネルで伸びてる動画だったりとか自社と相性が良さそうな動画っていうのを真似させてもらうとかブラッシュアップするっていう形でチャンネルを作っていくと、結構これは4000時間行く前にググッと伸びて、結果的に4000時間行ってさらにもう一段階伸びるみたいなカーブを描くことが多いので、皆
皆さん参考にしてもらいたいなと思います。とはいえね、もちろんこの関連動画の狙い方みたいな話であったりとか、ブラウジングの狙い方みたいなのも今後あのコンテンツにしていきたいと思ってるんですけど、じゃあ4000時間をまず目標にしましょうよと。4000時間行くのっていつなんだいっていう話、いつなんすか。だいたい目安として6ヶ月ぐらいは見ていただきたいなっていうところですね、うん、で早いとまあ3ヶ月ぐらいで行くこともあれば、まあ、遅いと12ヶ月ぐらいかかることもあると。もしちゃんとやるべきことをやった上で12ヶ月間で4000時間達成しないようであれば、それはもう死んでいる市場の可能性が非常に高いので、一つ撤退ラインとしてもそこが目安になるのかなっていうふうに考えてますね、はい、投稿本数にもよりますよね。あ、まあそうね、月1回の投稿で4000時間を行こうと思うと、まあ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 っていう、やっぱりこう皆さんそれは自社のじゃあ作る動画の尺の関係であったりとか、投稿本数の関係であったりっていうのを改めて計算して見直していただければと思うんですけど、やっぱり本数が少なければ少ないほど、それはもちろん総再生時間っていうのはたまりづらくはなりますよっていうのは当たり前のことなので、そこの量と、あとじゃあ無駄にね質の低い動画を量産するとそれがいい話なのかっていうと、それはまた別の話なので、質と量のバランスっていうのを勘案しながら、この4000時間いつまでに達成したいなとか、このペースだったらみたいなのを試算してもらえればいいのかなというふうに思います。ということで今日はですね、 YouTube の再生が伸びるタイミングというところでお話をさせていただきましたが、こういうアルゴリズム的なノウハウに基づいた上で弊社はサービス提供させていただいていますので、ご興味ある方はこの動画の概要欄の LINE アットからお問い合わせいただければ対応させていただきますので、ご連絡お待ちしております。はい、それでは本日以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。